皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回もボンド大宮からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは富山店長です。こんにちは、お願いします。今回紹介する車がこちら、はい、やってまいりました、レクサス LC500、ね、はい、コンバーチブル、はい、しかもカラーが今まで多分紹介したことないやつですよね。あ、そうかな、ラディアントレッド、うんうんうん、はい、コントラストレイヤーらしいです。レクサスってなんか色なんかみんなかっこよくないですか。あ、ちょっとなんか変な色っつったらあれだけど、変わった色増えたよね。増えました、うん、そんな中で、まあ、白黒も定番でかっこいいんですけど、うん、赤めっちゃかっこよくないですか。そうですね、まあ、このオーナー実は前はクーペの同じ色を乗ってらして、まあ、コンバに乗り換えで、まあ、同じ色でそれすごいっすね。前のやつもカスタムちょこちょこさせてもらってて、今回もと、はい、いうことで、はい、やらせていただきます。で今回ちょっとあの、はい、動画撮る前にちょっとあの聞いちゃったら、はい、ものすごいなんかかかってるやらしい話がそうです、ね、ただあの正直いきますよ、パッと見なんかそんなにこう手数多くないのかなと思ったんですよ。はい、割とシンプルカスタマイズなのかなっていう。そうですね、でもまあまあまあ大台ですねあのすごいいろいろやってあるみたいなんで、はい、ちょっと端から見ていきたいと思います、はい、で前回り、はい、目につくところで言えばちょっとカーボンとかこのライト下のこの同色のとこぐらいかなと思ったら、それだけじゃないんですよ。そうですね、はい、この、まあ、中に、はい、まあ、純正何 TRD かな、はい、パフォーマンスダンパーが入ってます、はい、これですよね、この今ちょうどそうですね、覗くと見えるんですけど、はい、で、まあ、ガンメーターもね、その純正のガンメーターかと思いきや、まあ、ちょっとホイールがトーン低いんで、もうちょっと濃いめのガンメーター前回はブラックとかも使ってたから、はい、ちょっとまあまあ前回と同じっていうのも、はい、っていうので、ちょっとこの前回りのこのカラーリングを、まあ、前回とは変えてる。これ単体だと塗ってるかどうか分かんないですけど、純正よりこれ濃くなってるんですか。ちょっと濃くなってますあの単体だと分からないですいやでも濃くなりすぎるとまたまあまあそうですね、っやってんな感出ちゃいますからね。そう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 、やってるな感を出さずに、こう他のと比べた時にあれなんか違くねっていうぐらいにしたんです。そうだよね、そうだよね。でそれでグリルと全部塗ってるんですか。全部塗ってますね、この枠もそうだし、でダクトもそうだし、はい、あ、このダクトの、そうそうそう、そこってもともと素地ですか。素地、国産のコストカットっていうか、はい、そういうの感じるじゃない、なんかこのダクトの中とか、はい、どんどんそういうとこお金かけましょうっていう。確かに、でもそういう細かいところの積み重ねで車のイメージ全然違いますよね。全然なんかこのちょっとエレガント感変わるじゃないですか、はい、そしてこれライトのここも塗ってるってこと。そうですね、これも合わせて、はい、ガンメタ。だ今回ここだけボディとちょっと同化させてみようっていう。ライトの形なんか全然違く見えるっすね。そうそう、なんか LC ってこうねちょっと変わった形してるから、はい、まあ、塗り方によってもいろんな、例えばこれ全部ボディ同色にしたらもうここだけになるし。確かに、まあ、黒くするのなんか定番ですけどね。そうですね、これ、はい、まあまあちょっと同色全部やっちゃうとね、ちょっと離れ目になってちょっと微妙かもしれないけど、まあまあこっちも光るから、まあ、印象はなんかこの塗り方によって随分変えられるんじゃないかなと思うんですね。そんな感じで全部この辺が全部塗ってあると、はい、分からないです。そうそう、まあ、サイドのダクトとか、はい、他のところのダクトも全部塗ってあるんですね、はい、であとは今回の車全部プロテクションが、プロテクションはもう一周前から後ろまで上から下までもう全部貼ってあります。これボンネットもそうだし、はい、バンパーもそうだし、あ、このグリルの枠ももう貼れるところは全部っていう感じです。でレンズ類はもちろんそうだし、はい、あ、これ L マークも全部貼ってあるんじゃないですか。全部貼ってあります。じゃあもう安心ですね。安心です、もう長く乗っていただける仕様に、はい、特にレクサスはあの塗装が綺麗なんで、うんうんうん、飛び石とかあると目立っちゃいますからね。そうだね、綺麗だけどちょっとやっぱ輸入車のクリアに比べるとちょっと深みがない気がする。あ、そうなんですか、うん、ちょっと薄い気がするっていうか、それはもう塗装職人もうなんとなく、うん、実際測ったことない、爆発測ったことないけどなんか奥行きがないのかなっていう。塗装職人富山さん的にはちょっとその辺の違いもありそうだと。うん、そして
はい、足元行きましょうか。はい、あのちょっと足元行く前にちょっと僕の今日のこの格好打ち合わせしてないのに完璧じゃないですか。あれちょっと待って、あ完璧じゃないですか、はい、これマジで何も聞かずに今日来たんですよ。そしたらなんと履いてるホイールが1221 2人して同じ場が来てますけど、ね、うん、こちらが装着されてる。いいですか正直言って、うん、めっちゃシンプルじゃないですか。これでも AP2X APEX 3.0 ボルト隠しちゃったかな。初めて見たかもしれないです、全部ボルト隠しって、うんうんうん、だいたい1個飛ばしで出してたりとか。そうだよね、うん、だってそれを見せたいから2ピースとか3ピースにするわけじゃないですか。そうだよね、はい、これは全部隠しちゃった、全隠しで。もう一見するとなんかワンピースにも見えなくもないぐらい。まあまあこう正面から見ちゃうとそうだよね、はい、やってんどっていう感じで全然させない、うんうん、こんな感じのホイールになって。そっとエンジンかけると全然そっとじゃないまあ LC って、ね、はい、結構吹き上がりがいいし、はい、だけどこう印象派手派手しくなく、まあ、デザインはねそんなにおとなしいわけじゃないけど、12ってすぐ分かるデザインなんで見る人が見たらもう全然違うけど、でサイズも21で気を使わずに走れますっていうサイズで作ってますね今回は。あの22も入るんですけど結構21がやっぱり乗り心地だったりだとか気使う使わないで、うん、21の人気もすごいですよね。 LC って21を作る人が多いよね。多いですね。22をついつい進めるんだけど21でっていう人が多い気がするか な、 そうなんですね。なるほど。で今回カラーはこれはどんなカラーになってるんですか。ブラッシュドガンメタル、なんかちょっと明るめに見えるんですけどそんなことはないですか。ちょっと天気もあるかもしれないけど中で見るともうちょっとなんか暗い印象になるかな。ちょっとこの金属の素地感が少し透けて見える感じ、うんうんうん、あと僕ちょっといいなと思ったのはこのスポークがこのフランジまで伸びてないんですよギリ。そうだね、はい、だから余計こう普通っぽく見えるというか、うんうんうん、やってんなって感じになってない。そうだ、ね、なんかこういうとこが結構やっぱ手が込んでるんだよね。そうなんですよ、ここも削ってあるんですよねフランジの一番端も、うんうんうん、はい、そしてこれインナーは黒くなってるんですか。インナーブラックでもう目立たせない。そうだね、はい、結構この辺の絶妙なカラーだったりとかもっと言ったらポリッシュなんかは結構中までやって、うん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 、履いてんどっていう感じするじゃないですか。いや、まあ、ポリッシュとかにしたらね、はい、そうだけどデズラをそんなパツパツにしてないから、はい、中を黒いくするとちょっとホイールがこうちょっと浮いて見えるかな。はい、ディスク浮いて見えますよね、うん、そういう方がなんかこう見た目の印象、このホイールがもっと表に出てきてる感じになるかなっていうのも思いますけどね。なるほど、うん、こんな絶妙なセッティングにしてある、うん、でこの絶妙なセッティングがディーラー入庫できるように。そうっすね。なんすよね、はい、お約束はできませんけど一応目指してるところは、はい、だからそんなに超パツパツになってないし、まあでも面1ぐらいですかね、うん、そうだね、はい、まあ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 入れるだろうけどお約束できませんそして車高は今回、はい、ちょっと高めに。そうだね、はい、ちょっともうちょっとこの一回走ってバランスちょっと見ながらですけど、今つけた直後なのともしかしたら納車前にもう一回調整するかもしれないということで、はい、まあ、ご紹介させていただいている状態はちょっと高めですけど、もう半分ぐらい気持ちしたいかなと。そうそう、もうちょっと前は下げたいかなと。ただディーラー入庫の子もあるまあまあそう、あとこのもう大宮店のピット前はちょっと結構、はい、そうですね、うん、結構 LC ってもともとこうバンパー低いじゃないですか。そうだね、だから使い勝手とこうせめぎ合うところですよね。 そうなんですよね。そこはちなみにこれ足は何で下げてあるんですか。RSR RSR 車高調で、まあ、はい、ちょっと定番だよね、うん、うちで付けさせていただく機会も多いですよね。多い多い多い、 LC ってなんかほとんどこれかなっていう。なるほど。ラーテンもねこれ多く付けてるみたいだし。そしてあとはプロテクションが全部全部貼ってあるんですよね。そうですね、はい、これガラスは貼ってないんですよね。ガラスは貼ってないです、はい、あでもこのガラスの際のこのピラーのなんていうんですか、黒いところまで貼ってあるんですね。プロテクションワークもここも貼ってある。はあ、でここもね結構白っちゃけていっちゃうから。あそうなんですか。やっぱり貼ってあげてんのと貼ってあげてないのだとその劣化の具合が違うから、俺はこう貼った方がいいかな。なるほど、うん、特にこういうなんかツヤありの黒いパーツって、うん、
洗っていくとこう磨き傷がすごく目立つじゃないですか。そうだね。だ先にフィルム貼ってあげると少しその辺が軽減するのかな。そうなんだ。でも素地のパーツってものすごい劣化していくから。ああなるほど。ちょっとね、車せっかく綺麗なのに残念っていうのはやっぱり結構多いんで、まあ、できれば買ったらすぐ、なるほど、貼っていただきたいです、ね、お座りください、はい。そしてミラーなんかもこれカーボンの上から貼ってあるんですか。あ、そうです。カーボンカバー貼ってあるんですけど、はい、まあ根元までボディーショック使ってメッキ、純正のメッキの部分を、まあ、ガンメタで。そうやれたらメッキパーツ一切ないっすね。そうそうそう。なんか気がつかなかったっす、メッキパーツがないのに。あ、本当、はい、まあまあまあガンメタ使ってるからね、ちょっとあれだけど、もともとこのウィンドモールとかはブラックだけど、はい、他の部分のメッキは結構あるんですよね。ある、はい、まあ、あのコンバーだから上はないけど、はい、LC っていうか、まあ、トヨタ系の車はメッキ多いよね。結構だからメッキから黒に変えちゃうと変えた感あるんですけど、うん、ガンメタって絶妙なとこでいけますね、うんうんうん、ちょっと純正の風味が残ってる、はい。で当然この辺のミラーも全部プロテクションが貼ってあって、うん、ドアもこれ今回貼ってるんですよね。貼ってます、貼ってます、はい、これよく見ないと分かんないぐらい綺麗に貼ってますね、うん、全部貼ってある。でモールは貼ってないんですよね。モール貼ってない、貼ってないですよね、うん、ただここのこの取っ手がしっかり貼ってあるっていう。しっかり貼ってあります。確かにまあ触るとこですから、そうそうそう、まあ、傷つきやすいですし、うん、特にあのこの穴のとことか、そうこの周りのこう、押すもんね、ね、こういうとことか、はい、このやっぱその触って触るつもりなくても爪が当たっちゃうよみたいなところはもうやっぱりどうしても貼りたいっていう。で先ほど触れてたこのダクトのところ、そうですね、この中 も、はい、ちゃんと綺麗にガンメタにこれ塗るのってもしかしてサイドスカート外すんですか。これ外します。で分解して、そうです、で全部足付けしてですもんね、このダクトの穴の中。この車全部バラバラになってる、ね、へえ。そしてあとは後ろのホイール、そうですね、21だと根茎すごいっすね。いや結構派手、まあ、派手っていうかえぐるよね。えぐりますね、うん、フロント結構あのシンプルデザインだなと思ったんですけど、リアちょっとえぐいぐらい逆反りしてますね、うん、いやいいよ、かっこいいよね。でこれ21と22でこの逆反り具合結構違うんですよね。22だとこんなしない、しないらしいっすよ、うん、結局スタート地点が外になるんでもっと緩くなるらしいですよ。だからまあ見せ方によって、うん、だから根茎部きつく取りたい人はあえてインチ大きくしすぎない方がこの入り込みが急になるっていう。まあ、昔 22BC で作った時こんなしてなかったかもしれない。こんな感じになってるみたいです、うん、はい。そしてあとは後ろ、あとはまあそうですね、後ろ、はい、後ろはまあまあカーボンパーツ、あと、はい、トムスのディフューザーとマフラーカッターが、はい、あ、これディフューザーもトムスなんですね。そうです。なるほど、はい、でトムスのこのマフラーカッターもこれカーボンなん、カーボンテールなんですか。そうです、そうです。ちょっとこのカーボンテールはマットになってますけどね。なるほど、うん、これもともとマットなんですよね。そうです、こんな感じになってる。だからこれエンブレムもしかして塗ってます。エンブレムも塗ってるメッキだから徳川さん今若干忘れてませんでしたそんなあ、そういえばっていう感じだったんですけど、はい、しっかり塗ってると。でプロテクションはもう全部なんですね。テールランプの ここまで全部貼ってますよ。全部、そう、あ、これも貼ってます。もしくしてレンズは全部貼ってる。あのスモーク、あのライトスモーク全部貼ってある。あ、そうなんですか、うん、じゃあワントーンこれも落ちてるんですか。そう、こんな感じになってるみたいです。そして今回なんか中もちょっと触ってるんですか。そうです、はい、まあステアリングとこのこ、はい、エアロダイナミクス、純正オプションというか TRD になるのか。一回だけ裏当てのやつで見たことあるんですよ。あ、本当。これパーツの定価がバグってんですよね。そうですね、これ純正で100万税100万円するんですかこれ。確かでも裏店でもそう言ってた気がします。めちゃくちゃ高いんですよこれっていう100万するのしかもこれつけたら2人乗りになっちゃうやつなんですね。そうそうそう。でこれワンタッチでタッチコもできると。そうです、そうです。ただこのレザーがちょっと見たことない感じになってるんですけど、これは実はレザーを貼りました。マジっすか。110万円のパーツに、はい、もっとお金かけて、はい、
レーザーを貼りました。マジっすか。でこれなんだ、内側がこうカーボンになって、はい、で今ここボディ色になってるんだけど、はい、ここカーボンで、でここは、はい、多分ペイントする仕様になってると思う。もしくは色付きで、はい、確かブラックか、はい、白か選べたのかな。でそんな感じでこの購入できるんですけど、今回は、まあ、あえてカーボンはちょっとこの分かりますよ、分かりますよ。レザーを巻くから、はい、ここだけ黒かっていうのあって、はい、ボディ色入れたらどうなんだろう、はい、ボディ色入れましょうってことでボディ色にカーボンを塗っちゃって、はい、で周りを全部同色のレザーで巻いて、でこう内側だけカーボンが残ってるっていうそこの内側だけわずかにカーボンが見えるんですよね。そうそうそう、まあ、覗き込むとね結構実は、はい、もう中身全部カーボンだからよく見えるんだけど、はい、外からは見えないですね。めっちゃ贅沢っていうか、普通の僕の金銭感覚から言うとめちゃめちゃもったいない。カーボン見せたいってなるけどね、はい、全部やってるんですね。でこれもステッチ入りのレザーで、しかもこれ内装のオーカーと色結構合ってますね。これいやこれはまあ、ちょっと外注さんですけど、はい、頑張ってもらいました。これ染めたりはしてないんですか。いや、染めてるとこもあります。あ、そうなんですか。でしかもこれオーカーって僕知らなかったんですけど、内装色全部違うんですね。ここも違うし、ここも違うし、なんかこう変わったコンビネーションになってる、ね、ここも違うし、うん、でこっちのプラスチックのところ、ここの色も違うんですね、全部、うんうん、だからどこに合わせるかっていうところなんですけど、そうだ、ね、この辺はちょっとその巻いてあるレザーと、はい、多分ちょっとこの違うから、だちょうどシートのどうなんだろうね、はい、ディーラーというかメーカーが狙ってなのか狙ってないのか分かんないけど、結構、ね、いろんな色使われてるんですよね、うん、だちょうどシートの背面と色が近い感じ。そうだね、はい、ですよね。まあまあまあステアリング合わせにしたんだけど、なるほど、まあ、ステアリングが一番近かったかな、はい、ステアリング合わせっていう感じ、一番濃い茶色に合わせた感じです。そうですね。これやばいっすね。それそんなすんのって思うけどさすがのいろいろパーツを販売してる富山さんでもちょっと聞いちゃう。その110万は、はい、トヨタですよって思ったよ、ね、はい、確かにそう考えるとそうですね、うん、なんかイタリア車で100万円とかって言ったらまあ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 って感じするよねっていうね。フェラーリの内装であんまそうだよねって思うけど、トヨタのパーツで100万円でちょっと桁がちょっとバグってますね。ちょっと思い切ったよね、はい、あとステアリングですね、はい、今回ちょっとフォージドカーボン作ってみようってことで、これはオーナーさんの指定で、そうです、フォージドにしてくれということで、そうです、こんな感じになってる。で続いてエンジンルームもちょっと触ってるってことで、はい、これも裏点で確かつけてる車もしかしたら一度紹介させて、結構多分ねつけてるの多いと思うんだけど、スルガスピードのチャンバーと、はい、ブリッツの、カーボンエアクリーナー、これ全部カーボンなんですね。全部カーボン。これビジュアルがすごいですね。そうだよね、これなんか気持ちいいよね真ん中へギラーってなってこうガボンみたいな、こう外装はあんまりこうやってる感出してないのに、うん、こうエンジンルームはめっちゃやってます感を、中見て、はい、もう一回外見ちゃう感じだよ確かに確かに確かに、うん、しっかりこの辺もやってあるみたいです。であとは今回ちょっと見えない部分いろいろ、その最初のボディダンパーもそうですけど、うんうん、リジカラとか、うん、なんかその辺もいろいろやったんですか。やってます、やってます。全くこうドレスアップ要素のない、はい、そうだね、ところにもすごく、まあとかね、うん、ちょっとその機能性のパーツも、あとブレーキラインとか、あ、ブレーキラインもやってあるんですか。ブレーキライントムスのブレーキラインがついてます。なんでまあまあパッと見えないところ、まあその中のダンパーもそうだけども、まあちょっといろいろやってるってところで、なるほど、すごくお金がかかってるみたいな、はい、ちょっと やらしかったですかね、お金がかかってますっていうのすごくカスタマイズしてあるみたいです。めちゃくちゃかかってます、はい、じゃあせっかくなんでちょっとマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。いやめっちゃいい音しましたね。そうですね、最近のトムさんあんないい音するんですねめちゃくちゃ勉強になりました。
ちょっとお金かかったと思うんです。あ、本当ですか。お金かけるとやっぱりいい音する感じですか、ね、します。あんまり掘り下げないようにしましょう。はい、ということで LC 今回ご紹介させていただいたんですけど、はい、いろいろなんかできますね。いや、できます。このなんていうかな、見た目そっとでも実はめちゃくちゃやってるっていうのはスケ俺は好きだから、まあまあまあめちゃくちゃおすすめなんですけど、見た目を派手にっていう感じではないんで、なんかこのちょっとまあジェントルなだけどお金すごいかかってるっていう、そんな LC だな。だ結構各店で何台も LC ご紹介させていただいてますけど、そうですね、なんか本当にボディカラーと仕様で、うん、いろんな仕様が作れるなっていうのはちょっと今回、そうですね、選ぶもの自体結構いっぱいあるんで、ですよね、うん、今回すごく参考になりました。はい、というわけで LC のカスタマイズは、はい、ぜひボンド大宮富山店長までお問い合わせください。はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。